それではここでこの試合で勝利しました JT マーベラスのドルーズ・アンドレア選手にお話をお伺いしたいと思います。本日はおめでとうございます。 Thank you. Thank you. ありがとうございます。第1試合から大接戦でしたね、レギュラーラウンドも残すところ数試合になりましたが、今年度のチームの目標として4枚攻撃の確率をと精度を上げるとされていましたが、その強化されてきたことについてチームとして今日の仕上がりはいかがでしたか？I think we were definitely disappointed after losing 3-0 this weekend, and I think we worked hard to just encourage each other this week and kind of reset going into this match and going into the last month, and I thought we did a good job of that today, just being really mentally tough. はい、先週 3-0 で負けてしまってからそれはすごく残念だったんですけども、ある意味いいリセットになったなというふうに思っていて、精神的にも自分たちの技術的にもリセットさせて次の試合にタフに戦えるようにというふうにやってきました。ありがとうございます。バックアタックに、前衛のスパイクも、力強いスパイクでしたが、ご自身ではもうすでに 100% の出来だと思うんですけれども、今の仕上がりは何パーセントぐらい仕上がっていますでしょうか？I don't know if I have like a percentage. I felt like I had a good connection today with both setters. And I'm working to be more strong in outcase situations. So I was proud of that today, but I think there's always room for improvement, and no one's going to be easy on us in the final or in the semifinal. So there's definitely things that we still want to work on before the end of the season.そうですね、ちょっとパーセンテージで表すっていうのはちょっと難しいんですけども、でも今日は2人のセッターともコネクションもすごくよくって、自分自身では結構満足のいく出来ではあったと思うんですけども、でもまだいくつかは改善の余地がある場面もありまして、特にアウトケースでのディフェンスに関してはまだまだ改善できる余地があるかなというふうに思いますので、そこはファイナルに向けてどんどん修正していきたいと思ってます。残り少ない試合に向けて頑張ってください。最後にVTV をご覧の皆様に一言お願いします。Thank you for everyone who watched today. Unfortunately, we couldn't have fans here today, but thank you for everyone who tuned in and watched online. And we hope that we feel your support and see your support this weekend in our two matches. はい、皆さんいつも応援ありがとうございます。本日は無観客ということで皆さんに直接お会いすることは叶いませんでしたが、皆さんがご覧になってくださってサポートをいつもしてくださって。ることをすごくありがたく感じています。また引き続きご声援のほどどうぞよろしくお願いいたします。まだまだコロナ禍ではありますが、怪我等十分注意して最高のパフォーマンスで残り試合頑張ってください。今一度、JT マーベラス、ドルーズ・アンドレア選手に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。